緊急速報。誰もがショックを受け、ドジャースが乱峠選手を恩赦、衝撃の理由が判明。しかし、最終的な強制実施要請が韓国に送られてきた。3月15日、ドジャースチームが韓国のインチョン国際空港に到着した際、20代の男性がチームに向けて生卵を投げたんです。しかも、その場で逮捕されたそうですよ。もう、幸いにも卵は誰にも当たらず、床で割れたそうです。事件は、 チームが移民ゲートからバスに向かう途中特にダベ・ロバーツ監督が現れた瞬間に怒ったとか報道によるとこの男性は尋問中にコーチを狙ったわけではないなぜ外国人を歓迎しなければならないのか気持ちが悪くて投げただけと述べているそうですなんとも衝動的な行動でしたねそれにしてもドジャース側からの対応がとても寛大でしたね韓国メディア朝鮮日報の報道によると ドジャースはこの事件にについいて警察に被疑者を罰しなようなことが再び起こらないようにしましょうというメッセージを出していますこの出来事を通じて国際間の理解と尊重の重要性を再確認する機会になったと思います実はドジャースはあの乱闘下事件について韓国のイベント会社を通じて警察に連絡を取りましたその際その時チームの誰も卵に当たっておらず被害はありませんでした と伝えたそうですつまり彼らは事件そのものよりも将来的に同じようなことが起きないように対策を講じてほしいという立場なんですねそして警察側もこの男性を交留せずに起訴しない方針を明らかにしましたこれはドジャース側の態度が影響しているのかもしれませんねこのような問題はドジャースだけでなく他の国内外の選手にも起こりうることですもし適切な対処をしなければ似たような事件が繰り返される恐れがあります 過去にはアメリカ大使が襲われた事件もありましたしこういった考え方やグループとの関連を徹底的に調査することが重要だと思いますドジャースがこの被疑者の扱いについて調査なしに賛否を問われるとどう答えることもできないというのが本音なのかもしれませんねこの対応があまりにも甘いと感じる声もありますね。こここでで罰がが軽くくななれば、模倣すす、るるチームが出てとと間違いなしですといしう意見も。 この事件について MLB も耳にしているはずですし、将来的に韓国でのイベントが少なくなる可能性もあるかもしれませんね、実際、来年は日本で、その次は台湾でイベントが開催されると言われています。ドジャースや MLB にとっては、人気のあるビジネス活動ですから、簡単に訴えられることはないでしょう。韓国でのイベント開催の詳細は私たちには分かりませんが。 訪れる外国のゲストに対してこのような扱いをする人々が罰されないのは残念ですねそして実際に被害がなかったとはいえ警察に尋問されたり報告書を提出したりするのは忙しいスケジュールの中で面倒なことでしょう卵を投げた人もおそらくその点を見越していたのかもしれませんねそういうわけで今回の一件は多くの方にとってさまざまな思いがあるでしょうしかし 最も大切なのは今後このような事件が繰り返されないように適切な対応と教育がなされることですこの行為が国の恥と批判されている中私たちが外国の選手を歓迎すべき理由について深く考えさせられました生卵を投げる行為は明らかに受け入れ難いものですししかしコメントを見ると この問題がただの国民性の違いによる避難合戦に見えてしまうことも残念ですねスポーツはどの国の選手もただ楽しくプレーしたいと願っていますしかし一部の問題行動が全体のイメージを損ねてしまうこともありますね過去には韓国のメディアが世界選手権に参加する国々を軽蔑するような紹介をして批判され謝罪したにもかかわらず 数年後の別の世界大会で再び同様のコメントをして再度批判された例もあります。これらの経験から私たちは学び成長する必要があります過ちを繰り返さないためにもこのような事件を忘れずに対話と理解を深めることが重要です。かさん今後このののよよううな問題ににどう対処していけばいいいけばとと思いますか警察によるとその男性への暴行容疑で ドジャースに連絡すする予定だそうですただし被害者がそれを望まない限り暴行容疑は罰せられないとのことですそれは韓国のことではなく個人の問題ですよね日本の総理大臣が攻撃されている状況では韓国を笑いものにする時ではありません特に SNS の発展により日本にも奇妙な人々や注目を浴びたい人々が現れる可能性があります 日本も適切ななな対策を取らなければなりませんね。空港という場所は私たちが最も注意を払うべき場所の一つなのにどうしてこんなに安易に近づける人がいるんでしょうね私たちの国に滞在している間メジャーリーリグの選手や関係者は油断大敵です。何が起こっているのかわからないストレスがたまる状況だと思いますが自分の安全は自分で守ってほしいものです残念ながら、 今後もこのような事件が起こらないとは言い切れません以前別の記事でコメントしましたが生卵を投げる行為の背後にある理由は恥ずかしいことではなく生卵を投げる行為そのものが問題なんですよね例えば韓国の空港では一般人がスマホを使って有名人に近づき写真を撮る光景をよく見かけますがこうした状況にはセキュリティの強化が必要です 監督には申し訳ないと思いますが、監督だけが被害に遭うのであればまだマシだったかもしれませんね。もし選手の目に卵の殻が入ったら、それは深刻な事故です。どうやら、警察はドジャースの関係者に連絡を取り、加害者に対する処罰の意向を確認する計画のようです。被害者が望まない限り、暴行罪での処罰はできないとのこと。そういう時に法律を持ち出す人もいますけど。 法律に関係なく謝罪や補償を自発的に行うべきではないでしょうかこれは国の問題というより個々の問題ですね日本の首相が攻撃されるなど笑い事ではありません SNS の発展により日本でも奇妙な人や注目を浴びたい人が現れる可能性がありますだから日本も対策を講じなければなりませんこの事件の根底には 残念なががら人種差別の問題があるかもしれません言い訳の内容は国際的な問題に発展する可能性がありますこう思う人が一定数いるかもしれませんが他国では空港でこんなことをする人がいるでしょうか空港のセキュリティに問題があったようですが幸い大きな騒ぎにはならず誰も怪我をすることはありませんでしたそれにしても犯人の思想は分かりませんが 試合が行われたスタジアムが見てみると明らかに空席が目立ったそうですねこれには驚きました韓国と日本では野球ファンの数にも違いがあるのかもしれませんね今回のことでメジャーリーグが開幕戦を再び韓国で開催することはないかもしれませんこれが他のスポーツにも影響を及ぼす可能性がありますそして事件に関連して現地警察は被害を受けたドジャースに連絡を取り 加害者に対するる処罰ののを確認しているとのことこ記事の内容に沿ってもしドジャースが韓国で開幕シリーズを開催し選手や関係者の安全を守るつもりなら加害者に対して処罰の意向を示すべきだと思います理由は分かりませんがこんなことをする国が国際スポーツ大会を開催するのは難しいのではないでしょうか加害者がそのままにされると 似たような事件が再び起こる可能性がありますだからドジャースは加害者に対して厳しい処罰を望むと言うべきですねこの事件は韓国の信頼性に関する批判を引き起こしていますが本当に信頼を失うような状況だったのでしょうか生卵を投げられること自体ある程度予想されていたようですねそれが全てのセキュリティ対策だったとすれば他の国々と比べて セキュリティにに大きな違いがあるように感じます自国のチームがワールドカップで負けた後選手に生卵を投げることはよくある話ですしかし韓国とは何のつながりもないドジャースのマネージャーに対してそれを行う動機は全く理解できませんもっと厳しい処罰を望む声もありますがドジャースとマネージャーが無事で将来どうなるか 厳しい処罰を求めると反米感情を持つ人々が犯人を守ろうとするかもしれないを考えると穏やかな対応をするべきかもしれませんねこのような人はどの国にもいますし保護するのは難しいですよねこの問題は韓国に限ったことではなく日本でも起こりえます今回は生卵でしたが危険な物品である可能性も否定できませんだからこそセキュリティチェックの重要性が改めて浮き彫りになります